優勝おめでとうございます。ありがとうございます。で今チャンピオン出ると思ってご気分はいかがでしょうか。いやまだちょっと実感がわからないですねいや嬉しいですね。1回戦からちょっと振り返っていただきたいんですけれども、はい、アルバート・クラウス選手に見事な勝利だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。そうですね、すごいパンチもあって効いたのもあったんですけど、やっぱり最後まで気持ちだけは切れなかったので、でやっぱり左のハイキックも常にやっぱ狙っていこうと思ってたんで、やっぱり自分のスタイルを貫けたことが良かったんじゃないかなと思います。見事に左ハイが決まったんですけれども、はい、その時の感触はいかがですか。そうですね、もうこの足を見てもらって分かるようにもうハイキックでちょっと痛めましたね。痛かったです。頭固かったですね。で2回戦なんですけれども、はい、森田選手、これはどういった感じですか。そうですね、構えが独特で、実際はどっちの構えなんだろうっていう感じのイメージが1ラウンドあって、ちょっと攻めにくかったんですけども、やっぱちょっと脇腹が少し開くなっていうことに2ラウンドぐらいから気づき始めて、ちょっと、ボディにちょっと攻撃を集中してみようかなっていうのがちょっと作戦がはまった感じで、ちょっとやっぱ1ラウンドはすごい前蹴りも嫌で、少しスタミナも削られて、すごいやっぱやりにくくて嫌でしたね。データがもともとなかったので、あんまり聞いたことがなくて、映像も見てなかったので、どういう選手なのか、体の強い選手だなっていうイメージがありました。で決勝戦は優也選手と初対決だったんですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。そうですね、もう、トーナメントなんで、しょうがないことだとは思うんですけども、やっぱりお互いもボロボロで、もうどっちが倒れてもおかしくなかったんじゃないかなと思うんで、たまたま僕のパンチが先当たったっていうような感じですかね。今回は運が良かったということで1回戦いきなり足を怪我されたと思うんですけれども、はい、他ダメージの方はいかがですか。そうですね、ちょっとクラウス選手のアッパーが3連発3つとももらってしまって、ちょっと顎が痛いっていうぐらいですかね。ちょっと頭ガンガンしますけど、思ってるよりは脳の方は大丈夫かなって、頭の方は痛くはないですね。今回優勝したことで世界大会出場が決まったということですけれども、はいはい、それに向けてちょっと報告お願いします。そうですね、やっぱりクラウス選手もそうですけど、やっぱりああいう人たちがちょっとゴロゴロいるのかと思うとちょっとゾッとしますし、やっぱりもっともっとやっぱ練習しないとダメだなと思うんで、これからもちょっと自分のスタイルをしっかり確立させていって、世界にも通用するスタイルっていうことをしっかりイメージして練習していきたいなと思います。今日はお兄さんいらっしゃってました。はい、いてました。なんか終わってから話されました。そうですね、さっきはちょっとバタバタしてたんであまり話できなかったんですけど、やっぱ決勝前も、1回戦からずっとそばに来てくれて話してくれて、今日はチャンスやねんか頑張れっていう感じでね、まさかクラウス選手に勝つとは思ってなかったみたいなので決勝の前って何か言われました。そうですね、もうここでもう取りこぼすようやったら、もう何もお前は持ってないんちゃうかっていうようなことをありがとうございます。すいません、昨年長島ジェンウッズ選手の秒殺とか秒殺秒殺、はい、それから、自分で一番成長したところってどこですか。そうですね、やっぱ長島選手と去年戦った時っていうのは、そうですね、もう正直勢いだけで振り回せば倒せるんじゃないかっていうところが頭のどっかにずっとあったので、その長島選手の敗退からやっぱり試合重ねて、お兄ちゃんに言われた通り、やっぱこう熱くならないようにこう3ラウンドもあるんだから、やっぱり3ラウンドをちゃんと全部組み立てていくようなスタイルを身につけた方がいいんじゃないかっていうことをずっと言われてたので、やっぱりそのボクシング12ラウンド戦ってきた人の意見はやっぱ聞いた方がいいのかなっていうことで、ちょっと考えさせられるところがあったので、そういう練習をやっぱすごいしてきました。
実際にちょっとお兄さんとこうなんか練習するようなあれってあったんですか？まあ、ありましたよ、やっぱりね。今回はちょっとあんまり練習できなかったんですけど、まあ、昔も、まあ、僕もやっぱりね、キック始めてからはいろいろ教わったし、お兄ちゃんのパンチもらって目を晴らしたこともありますし、ね、じゃあその打撃指導みたいな。そうですね、一応体力面、まあ他の選手はずっとこう体力がすごくダウンしていくのが目に見えていく中で、はい、そのご自分なりにこうすごくバランスとかそのあたりですね、相当意識して戦ったんですか？力入る。そうですね、もう、まあ、お兄ちゃんのジムの関係者であるとか、やっぱ僕の身内なんかもやっぱり僕のことはスタミナがないことが特徴やってずっと言われてきたんで、やっぱりちょっとね、スタミナの練習もやっぱいっぱいしてきたんで、やっぱりいい加減ちょっとスタミナのない那城雄二っていうところを奪回したかったんでやっぱりそういうところで意識して自分のやっぱりガーッといって待てるんではなくて、やっぱこう相手のタイミングであるとか、そのガードの隙間であるとかよく見て、できるだけ自分の中 の, そのスタミナを使わないようにっていうことを、やっぱ最後までやっぱ決勝は、まあ、まあ1ラウンドはもう1回戦はもう何も考えてなかったですけど、もう全部出し切ろうと思って、まあ、勝ったら勝ったでも次考えようぐらいのつもりでおったので、まあ、2回戦からはやっぱりちょっと考えて頭使って戦っていかなあかんなっていうのがあったんで、まあ、それが今回はうまいことスタミナを最後まで持ってくれたかなっていう感じがします。